2016年、南アメリカ大陸で初めて開催されたブラジル・リオデジャネイロオリンピック。日本は史上最多となる41個のメダルを獲得。金メダルは12個で、その3分の1に当たる4個の金メダルを大府市ゆかりの選手たちが獲得しました。2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックでは、その金メダルを不要になったスマートフォンやパソコンなどの小型家電に含まれる金属をリサイクルして活用することが決定しました。この決定に先立つ2016年10月21日、大府市は志学館大学、リネットジャパン株式会社と都市鉱山メダル連携促進委員会を発足させました。岡村市長とレスリングの選手たちが手にしているのは、リサイクル金属 100% の金メダルです。大きさはアテネぐらいかなと。東京オリンピックでもしこれが実現されれば、このメダルがすごいなんか身近に感じれると思うんですよ。リオのメダルよりもこっちの方が光ってる感じがします。これリサイクルなので、国民の人が集めたもので、国民の皆さんと一つになれるような気がしますね。委員会では市民の皆さんが使用済み小型家電リサイクルに対する意識を高めてもらう取り組みとして、ゴールドラッシュ2020プロジェクトをスタートさせました。この名前の由来としましては、やはり都市鉱山を使って金鉱脈を当てると、これを掘り起こすというところの願いが一つと、もう一つはやはり2020年に参加されるアスリートの方がより一つでも多くのメダルを取っていただきたいと、そんな願いが込められてつけられた運動となっています。私どもはその運動をですね、いかに盛り上げるかというところでしっかり役割を果たしていきたいというふうに考えています。それいいことですね。はい、全然いいことだと思います。再利用みたいな形ですよね。すごい大事なことだなと思います。家電のどんな家電がそういうことになるのかが いまいち分かりません。うちは志学館から近いんですよ。だからとっても嬉しいことかなと思いますけどね。今回のスマイルオーブはリネットジャパン株式会社の黒田武史社長をお迎えして、岡村秀人市長と対談。ゴールドラッシュ2020の取り組みと小型家電リサイクルについて考えます。環境省によると、現在全国で廃棄される小型家電は年間およそ65万トン。そのおよそ4割にあたる28万トンが金属で、中には金や銀、プラチナなどの貴金属やレアメタルと呼ばれる希少な金属も含まれています。平成25年4月に小型家電リサイクル法がですね、携帯電話等に含まれております希少な金属を回収し、再資源化することを目的に開始されました。で、それに合わせまして大府市でも、平成25年の7月の1日に、使用済み小型家電の回収というものをですね、大府市内にあります公民館と、あと石ヶ瀬会館で開始しました。多いものはやはり昔のですね、デスクトップのパソコンですね、そちらが多いですね。市民の皆さんの持ち込みによって小型家電を回収している大府市。平成26年6月には大府市一ツ谷町に本社のあるリネットジャパン株式会社と、使用済み小型電子機器等回収事業における連携と協力に関する協定を締結。翌7月からは全国初となる宅配便での使用済み小型家電回収を始めるなど、資源の有効活用の促進に取り組んできました。今この宅配便を使った回収というのはですね、はい、全国ではリネットさん以外に他にあるんですか？いや、今のところ我々がですね、全国エリアで宅配便っていうのは唯一で、やらせていただいてまして、はい、そうですか、はい、そもそもその宅配便をですね、はい、活用しようと思ったのはどういう、はい、
もともと我々の創業2000年に創業しまして、最初はですね、中古の本の宅配便で買い取ってインターネットで販売するネットオフっていうサービスを、やっておりまして、まあ、これを生かして新規事業にチャレンジしようということで、いわゆる小型家電の中に入っているレアメタルとかは都市鉱山なんて言われるんですけども、この都市鉱山を宅配便で回収するんだという構想を2010年にですね、法律ができる前の話でして、最初にその構想を我々持ってたんですけども、その後に2013年に小型家電リサイクル法という法律ができまして、でこれの許認可を我々が取得させていただいたというこんな経緯なんですけども。あ、そうですか。はい。例えば高齢者でパソコンをですね、まあ携帯ぐらいですとね、自分で持ってくれるんですけど、なかなかね、パソコンだと、そうですね、やっぱりパソコンの特にこうデスクトップなんて相当重たいですから、これがまあご自宅まで回収にっていうことで、非常にご利用いただいたお客様には大変喜んでいただいてまして、やっぱり小型家電家の中に眠ったままになってると。そうですよね。例えばこんなこう携帯電話なんていうと大概どの家にも眠ってたりとかですね、あとはやっぱりこういうパソコンですね、パソコンのような、まあこういう、まあ、これノートパソコンなんでまだ軽いんですけども、ですね、デスクトップなんていうともう非常に重たくて、特にモニターですよね、とか、あとまあこういう壊れた昔のゲーム機とか、ね、はい、とかこういうカメラとかも含めてですね、まあ、こういったのは段ボールにこう箱に詰めていただければですね、もう詰め放題で回収をさせていただくということなんで、本当に大掃除とか、引っ越しの時とかですね、まあ、こういうような時は非常に、まあ、便利にご活用いただけるかなと、ご利用いただけるかなというふうに思っています。そうですね、はい、実は私の家にもですね、携帯もですね、一つ置いてあるのはその中に多少記録、残ってるのがね、それを出しちゃって大丈夫なのかなという一抹の不安がある、その辺は大丈夫ですかね。はい、そうですね、このあたりは国の我々許認可取って、処理ラインについてもデータのセキュリティをきっちりやるようにと、厳しい審査を経て、処理をやっておりますんで、携帯電話のデータであったり、それからパソコンの中のデータですね、こういったものはきっちりですね、データの消去をさせていただいております。あ、そうですか。はい、はい、宅配回収がね、リナさん始められて、もうすでに2年が過ぎてるんですけれども、その回収の状況はどのような状況ですかね。はい、順調に拡大しておりまして、前年比でいうと5倍のペースで今拡大をしていっております。でまた大渕さんから始まったこの運動も、全国に約90市ぐらいまで広がっています。政令市でも全国20市ありますけど、そのうちの13市、あと関東中部近畿、全国にでもですけれども、非常に多くの自治体さんと連携をさせていただいております。自治体としてですね、もう少しその回収を量を増やすために何か、そちらの方からのご要望とかもしございましたら。そうですね、本当に今大渕さんの方は全国の中でも非常に熱心に取り組んでいただいて、いただいている市だというふうに思いますけれども、やっぱり市民の方に知っていただくっていうのがこう一番だと思ってまして、やはり日本人のもったいない精神、知ってさえいただければ、このレアメタルっていうのが日本にとって非常に大事な都市鉱山でという、こういう意義と、それからこの制度自体を知っていただければですね、多分市民の方はもったいない精神で皆さん参加いただけるというふうに思いますんで。そうですか。まあ、我々としてはね、やはり環境にね、地球に優しい、そういった街づくりをする上でですね、この使用済み家電のね、回収してシステム一つの、その象徴だと思いますので、自治体の一つのね、役割として、そういった制度とか意義のですね、広報啓発、これが大きいと思いますので、今後ともですね、さらに有効都市とか県外のですね、そういうところにもやはりこういった自治体が一生懸命集めようと、そういう運動をですね、やっていきたいなと思っておりますけど、そのリネットさんのようなね、取り組みがしている会社があるということもですね、合わせて啓発していきたいなと思っています。ありがとうございます。はい、都市鉱山メダル連携促進委員会は、東京オリンピック・パラリンピックで使用されるメダルに必要な資源量を、金 9.6 キロ、銀 1210 キロ、銅700キロと算出。
近 9.6 キロの回収に必要な小型家電は、携帯電話なら32万台、パソコンなら5万台と見込んでいます。平成28年10月29日30日に開催された大府市産業文化祭では、回収促進のためのイベントとしてゲーム機の解体体験なども行われました。市民の皆さんから回収された小型家電は分解、粉砕、選別され金属の精錬業者へ運ばれます。そこで資源となる金や銀、銅、レアメタルなどの金属を取り出します。その金属資源を原材料として作られた家電製品が再び市場に流通していきます。この金属資源でメダルを作ろうという取り組みがゴールドラッシュ2020なんです。大府市の大きなイベントの一つとしてシティマラソン大会がございます。今年の秋にですね、ございますので、ぜひですね、その時期にですね、間に合うようにそのメダルをですね、はい、このレアメタルでなんとかですね、はい、できないかということで、はい、2020に引っ掛けまして2020ですね、そういった携帯電話等をですね、はい、集めていきたいなというふうに思ってるんです。はい、はい、いやでも本当にそれができると素晴らしいイベントになると思いますね。参加されるマラソンのランナーの方だけじゃなくて、はい、それを出された、はい、市民の方もそのマラソンになんかこう参加させてしているようなですね、こういう参画意識もできますし、ちょうどこれが実は携帯電話を集めて作ったこの金メダルのサンプルなんですけれども、まあ、こういったものが市民マラソンの優勝した方にですね、首に掲げるというふうになればですね、はい、非常にこう盛り上がるイベントになるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、2020年の東京オリンピックはですね、一応採択されるということですけれども、うん、例えば2026年にはアジア大会が愛知県でも開催するということが決まってるんですね。はいはい、それから世界の技能五輪、はい、これについてもですね、はい、愛知県が誘致したいと、うん、これは2年に1回なんですけどね、はい、まあ、そういったイベント等でもですね、はい、採用していただけるようにね、はい、これから息の長いね、はい、金メダルの街にふさわしい活動としてですね、はい、全国の市町村にですね、呼びかけていきたいなと、はい、ぜひ2020年の時は大府の市民の方と一緒に作った、金メダルでですね、志学館大学さんとか大石道場さんからですね、出る選手の、胸を飾りたいですね。そうですね、はい、私の出した携帯電話が、メダルになってるというと、うね、やっぱテレビで応援しててもですね、非常に、熱がこもるといいますか、そうですね、はい、応援しがいのある話だと思うんですよね。せっかくリネットさんとね、はい、一緒にスタートしたので、はい、この大府発、はい、愛知発のですね、大きな運動としてですね、はい、本当に全国のですね、はい、市町村にこの運動をね、広げていきたいなというふうに思ってます。はい、それじゃあこれからお互いに頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大府市では携帯電話、パソコンなど30品目を公民館などで無料回収しています。リネットジャパンではパソコンなどに加え、炊飯器、電子レンジなど400品目以上を宅配便で自宅から回収しています。皆さんのご家庭に眠っている使用済み小型家電がないか、今一度ご確認いただき、ぜひ回収にご協力ください。あなたの出した携帯電話が2020年の東京オリンピック・パラリンピックのメダルとして光り輝くかもしれません。